10月14日土曜日、とにかく代官山ね、並んじゃってください。僕今一瞬プライベートで見に行こうかなと思ったんですけどそれだけは絶対できないですね。今一瞬頭がおかしくなってこの日僕代官山にふらっと行って、うわすっげえみんなの意見見えてるすっげー代官山マジでオレンジに染まってるじゃんっていうのを見に行こうかと思ったんですけど、僕だけは絶対見れないですから。悲しい。僕と P から DJ ひろこやりませんかっていうこと言ったから、ちょっとね、今皆さんにちょっとお伝えすると、水面下で、本当の水面下で進んでるんですけど、岡崎さんが好きな音楽だけを流して DJ ひろこっていうイベントをしないかっていう、ちょっと悪ふざけなんだけど、飲食のですね、長谷部さんを巻き込んじゃったりとかしてて、結構あの長谷部さんが前のめりになってなってる、超なってる。ベーコンカフェで DJ ひろこ絶対やりましょうみたいな、僕ら悪ふざけで言ったのに、結構ちょっとだけ前に進んじゃってるっていう気がします。岡崎さんも急に言われるとびっくりするかなと思って、今日ね、DJ ひろこやりませんかって打診したところなんで、その岡崎さんが、10月14日土曜日、とにかく代官山ね、並んじゃってくださいって言われたら、DJ ひろこもやるしかないですね。皆さんでいいイベントを作れればと思いますので、帰るまでがイベントですからね、気をつけて、タバコのポイ捨てダメですからね、お付き合いいただいてありがとうございました。それでは、さよなら、バイバーイ。